ハッピーフォトグラファーチャンネル、メルカリを写真の撮り方。身近なものを使ってガラス容器の香水を写してみましょう。用意するもの、衣装ケース、乳白色のもの、今回の撮影する商品、ライト100均で購入いたしました。ティッシュ、セロハンテープ。では始めましょう。最初に簡単ライトボックスを作ってみましょう。テープを輪っかにしてライトに2箇所貼ります。ティッシュを1枚使います。丸めてふんわり広げます。先にテープを貼ったライトの上にふんわり刺したティッシュを乗せます。ライトとティッシュの間に空間を作ります。衣装ケースの中央に置きます。蓋をしてライトを点灯したら簡単ライトボックスの出来上がり。次に商品を横に寝かしておきます。中に置いたライトが中央になるように、横から見たらこうなってます。部屋の照明をつけた明るい状態にします。ライトボックスだけの状態、部屋の電気も加えた状態、この状態で撮影します。ピントは瓶のロゴに合わせましょう。どうですか？うまく撮影できましたでしょうか？あなたの撮影がうまくいきますように。最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。